マイズル観光周遊バスは、京都府マイズル市の観光名所を走る路線バス。通称は、プリーズ号。マイズル市が京都交通に委託運行しているバスで、マイズルに点在する主要観光地を土、日宿日に循環運転する。料金は距離に関係なく運転協力費として100円を支払うシステムになっている。なお、同じく、 マイズル市内にて運行している自主運行バスについても、後で述べる。西マイズル駅、自衛隊三橋赤、レンガ博物館引く東、マイズル駅引き上げ記念館マイズル、親会公園から、マイズル米プラザ東マイズル駅赤、レンガ博物館、自衛隊三橋五ースカイタワーマイズル港トレトレ、センター西マイズル駅マイズル市では、民間路線バスや定期航路の廃止で、 生活の足の確保が困難になった地域に対し、地域ごとの自治会にて組織された運行協議会が主体となって、路線バスを運行してもらう形をとっていて、その各運行協議会が運行する路線バスを自主運行バスと呼んでいる。路線車両、池内バスのバス停路線車両、池内バスの車両を岡田中バスのバス停路線、使用車両が2台あり、1台ごとに運行経路を変えて、 運行している。西大浦バスのバス停路線車両西大浦バスの車両路線車両、青い航空バスの車両路線車両路線車両、多門院バスの車両 ABC、明日も走るか、P41 多門院線多門院協議会バスの運行概要京都府公式 HP 道路、交通府内のバス等による生活交通の確保、生活交通対策地域協議会平成17年度。 第2回中短ブロック競技会、多門院競技会バスの運行概要とたどる。ありがとうございます。